笑ってこらえて。平野仕様の出現エピソードが話題に、渋沢 H を、渋沢 HG と間違え、キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、人気バラエティ番組、1億人の大質問。疑問符笑ってこらえて。日本テレビ系のロケ中に言い間違いを連発し視聴者を笑わせている。その様子は、平野が相棒の犬、ジャーマンん。 とともに街中を旅するネタ惚れワンワンの旅として放送された。平野市洋がロケで繰り広げたい間違いの中でも特に印象的なのは埼玉県深谷市の神社を訪れた際のエピソードだ。神社でご神髄をいただいた平野は美味しい。体に染み渡るような喉越しゼロ。とコメントした。この発言に対し、 平野は、あまりに透き通るので、喉越しゼロって言っちゃったんですよ、と弁解していた。さらに、平野は、うなぎ屋を訪れると、店先で、新紙幣1万円札の顔となる予定の渋沢栄一のポスターを見つけた。しかし、平野は渋沢栄一を、渋沢栄一 G と呼んでしまい、これに出演者たちは大いに笑い転げた。 平野は後に店員から渋沢栄一が次の1万円札の顔になることを教えられ、それは深谷だけの1万円札ですかと質問したが店員は思考停止してしまい固まってしまったのだ。視聴者たちも平野のいい間違いに大いに爆笑した。特に人髄に対して喉越しゼロ。と発言したシーンは視聴者からビールじゃないんだからというツッコミも出たほどだ。 もはやコインとやってるみたいだったという声もあり平野のユーモアセンスに賞賛の声が寄せられた。また、渋沢 H を、渋沢 HG と呼んだことも大きな話題となった。視聴者からは、渋沢 HG がつぼすぎる、渋沢 HG 絶対忘れんわ、といったコメントが寄せられ、笑いが殺到した。 さらに、平野がジャーマンくんに頻繁に話しかけ、同じ目線で接していたことも注目を集めた。このような姿勢に対し、視聴者からは、人間にも動物にも同じ態度で接する平野紫様さんがまた大好きになりました、という声が上がっている。平野紫様とジャーマンくんの心温まるコンビネーションに、多くの視聴者が癒されたことは間違いない。 彼らの再共演を楽しみに待ちたいという声も多く見受けられる。このように、いり間違い連発やユーモア溢れるエピソードによって、平野の仕様の魅力がさらに引き立った1億人の大質問。疑問符笑ってこらえて。の放送。今後も平野の予期せぬ一面に期待が高まり、視聴者は彼の活躍に目が離せないだろう。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。